特にちょっと段取りを出し切りたないままこちらあったんですが、改めまして熊谷君100回ライブおめでとうございます。イエーイ、ありがとうございます。お迎えに行ったらいいのかなと思います。まあお祝い大したことでもない、大したことでもないマイキーさんが用意されたんですが、あちらにちょっとステージに来てろ。いやいやいや、どこだ。ジャッキーちょっと来てください。インタビューなどしつつ、いや100回すごいよ本当に。なかなか何かを100回でできないですよね。いろいろインタビューしてるんですか。僕はまず100回、下町のジョン・レノン、第1回からやって通算今日で100回目おめでとうございます。まずどうもありがとうございます。これじゃあ質問するんですけど、これは下町のジョン・レノンデーはいつから始められたんですか。これね、2014年の、ね、11月です。それが2014年の11月の第1回ということはちょうど10年ぐらい前。そうインタビュー途中ではあるんですが、ちょっともう火がついちゃったので、あ、ちょっとハッピーバースデーじゃないんですけど、ね、あらら100回記念ということで、今日はちょっとね、100回記念ということで、そんな感動セレブレーションケーキが本当はバニーガールがこうケーキを持ってくれる。もうちょっとコンプラ的にダメだった。はい、いや、ありがとうございます。何を歌って、これは何を歌うとかもないんですよ、ね、これね、でもじゃあコーダキ、ジョレノンの曲でね、コーダキって歌ってる曲があるんでね、それで息吹きました。大ギターじゃなくてコールドターキーって曲があるんですけど、ね、コールドターキーに聞こえるんで、なんかワイルドハニーパイ、だんだんローが溶けてきてます、じゃあ早くコールドターキー has got me on the runありがとうございます。1000回を目指して頑張ってください。これ月に1回ペースだったんですよね。月1回ペースだから月5回ぐらいの投げですつまり10年で5回10、100回でしょ、100年後に1000回目ってこと。そのこうどんどん代々継いでいけばいいじゃないですか。そう、継いでいけばいいんですよ。襲名したいんですよ。襲名ジャッキー第3世落語家みたいですね。今日はお邪魔しました。どうも、マイキー、本当にありがとう。またよろしくお願いします。どうもありがとうございました。またね、101回目、来月もありますんでね。